魔王が負けたというところで、なんか前回白雪さん行くよみたいな感じで言ってたような気がするんだが、まだこっちのエンディングがあと2つも残ってるというね。しかもね、もう一つのねエンディングはね、最初からしないといけないというね、このクソ仕様。またね、俺のね5時間をねやらない、3時間ぐらいかな、3時間をねこう無駄にしないといけないというね、この苦痛。まあ頑張っていきます。とりあえず、もう一つの方、負けるエンディングを見たいと思います。あ、気がついた。あかねちゃん、どうしてここに？たまたま通りかかったら倒れてるんだもん。あ、そうなんだ、ありがとう、あかねちゃん。あ、やっぱないんや、あのシーンが。お兄ちゃんをぶん殴るシーンが。そしてこっから、こっからですよ。文化祭の行くシーンだな。よし、文化祭に来ました。やっぱあれなんだね、あの番長に勝たなかったら、普通なんだね。ふう、大変だ、こんなの毎日やってたら茜ちゃんの大変さがわかるよ。最初だけ大変なのは慣れちゃえば平気。ほんとな、とてもそうは思えないよ。それに茜ちゃん慣れてる分、みんなの倍は働いてるじゃない。そうかな、確かに僕の場合好きだからな、この仕事。最初から6だったな、そういえば。俺の場合はこの3倍は動くけどな。俺は3倍マジで動けるわ。わかる気がするな、それって本当に楽しそうに見えますもの。飲食店やって俺任せろ、神だからな。学生生活最後の文化祭、楽しくってよかった。本当最高だったな。よし、あとはエンディングだけだな。おせちのところはおそらくないと思うから、あとエンディングだけ。よし、じゃあエンディングまでカットします。新年明けましておめでとう、今年もよろしく。はい、と年末年始じゃない、年始に入りました。ここはねお兄さんが来てから普通はおせちをもらうところなんですが、このシーン見たな。見たわ。見たんでカットします。よーし、来たぞ、変なのが探してると。あー、いたいた、来た来た来た。ここまでは一緒なんだよな、こっからが違うんだすよ、だすよ。そんなこと気にしなくていいよ、それより良いって何って。これ見た、これめっちゃ見た、さっき見た、30分前に見た。おい、見たぞこれ。おい、どうして謝るのさ、じゃねえよ、見たよこれ。え、うわ、俺もう一つのエンディング見たくねえ。もう一つのエンディング、あの最初からしないといけないんですよ。最初からということは、まあ最初も言った通り5時間ぐらいかけて、まあ5時間は3時間かけてやんないといけないというね。これめんどくせえ、さすがにめんどくせえぞ。だがしかし、だがしかしな、だがしかしな、いいエンディングだと信じてな、俺は行くよ、行くよ、次のエンディングまで。一応ねイベントが若干違うと思うから、そこを見たいんだよな。一緒だな。そんな一緒じゃないか、全部違うんだ。そんなんじゃないんだ、同じ学校だからとか、クラスメイトだからとか、仲間だからとか。注意しろや、言わないで。いいんだ、君って優しいから。でも聞いて、僕だって一度は諦めた、それも仕方がない。でもダメだった、僕本当に悩んで、昨日だって眠れなかったし、だから僕決心した。けつめをつけるために僕の気持ちを知っておいて、僕は君のこと大好きだ、ずっとずっと
一緒にいたいんだ。投げ流しつつは僕なんか僕なんか例えばさっきの人に変な気にしないで、ちょっと変わってる、気にしないでって言われてもそのうち話すよ、長くなっちゃうからさ、これからも時間はたっぷりあるんだし。うん、だから今は内緒内緒。ちょっと後半変わった。そっかそっか、姉さん、あいつか、お兄さんが来てないから、番のトップっていうのが分からんのか、この時点やったら。そうか、じゃあ先にこれを見た後にお兄ちゃんぶっ殺せば、あ、そういうことやったんやってなるんや。なるほどな。というところでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。